イワシ、イワシ、イワシ、オン、イワシは、競技には、魚類に神木に神野木の複数種の小魚の総称である。日本で、イワシといえば、ニシン科のマイワシとウルメイワシ、カタクチイワシ科のカタクチイワシ計算種を指し、世界的な話題ではこれらの禁煙種を指す。ただし、他にも名前に、イワシとついた魚は、数多い。古くは、女房語で、 紫とも呼ばれる。日本を含む世界各地で漁獲され、食用や飼料、肥料などに利用される。日本の漁獲について言う場合は、この3種を競技のイワシとして扱う。しばしば、マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシの近煙種がイワシに含められる。マイワシ族、ウルメイワシ族、カタクチイワシ族及び、 マイワシ族と合わせて、マイワシ類とされるサルディ族を加えた四族の種を以下に挙げる。これらは実際上は、マイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシとして扱われることが多い。種の分け方には、諸説ある。例えばマイワシ族に一二種しか認めないなどが、イタスによった。マイワシ類、カタクチイワシ類は、世界的に重要な魚である。 ウルメイワシ類の重要性はやや下がるが、これらを総称する言葉は日本語以外ではあまり見られない。英語では、マイワシ類は、ニシン赤の数族の小魚と合わせて、サーディンと呼ぶ。サーディンは通常、イワシと訳されるが、ママカリなども含む。カタクチイワシ類は、カタクチイワシ科全体をアンチョビと呼ぶ。アンチョビは通常、カタクチイワシと訳されるが、エツなども含む。 ウルメイ,イワシは、ラウンドヘリングと呼ぶ。なお、単なるヘリングは、二神族のことである。海水魚で、沿岸性の海遊魚である。遊泳能力が高く、群れで行動する。全長は、生魚で10センチメートル、30センチメートルほどである。プランクトン色で、微小な歯がある。体は細長く、断面は、円筒形内視ややがは平た、縦長。背が青く、 腹が白い。赤身の青魚である。鱗が剥がれやすい。イワシの語源については、各説ある。陸にあげるとすぐに弱って腐りやすい魚であることから、要は死から変化したとの説。漢字の、イワシがこれに由来したとするのほか、イワシや、貴族の食べ物ではないイワシ魚という意味で、イワシに由来するとの説など小説ある。藤原圭 平常系出土の木管には E のイワシの文字があり、イワシ、日本で作られた漢字、国字の最も古い使用例は、長屋王、684年、729年邸宅後から出土した木管である。イワシを意味する漢字のイワシは国字であるが、中国で使用されることもある。中国語でイワシは主に、もしくは英語のを翻訳した、などと表記される。 その他、ロシア語のイワシーも日本語からの借用である。イワシは海に隣接する領域を持つほとんどの文化において主要なタンパク源の一つである。日本では刺身、塩焼き、フライ、天ぷら、酢の物、煮付けなどにして食用とする。稚魚や幼魚は、チリメンジャコ、シラス干し、釜揚げ、釜揚げシラスや煮干しの材料になる。欧米でも塩焼き、け、 油漬け、缶詰、アンチョビなどで食用にされる。水揚げ後は傷みやすいので、紐の各種、缶詰、炭毛などの加工品として流通することが多い。栄養面では、DHA や EPA などの不法は脂肪酸を豊富に含む。CO90 も含まれる。その一方で、プリン体も多量に含むため、抗尿酸欠傷。 通風の患者やその傾向にあるものは摂取を控えるように言わることもある。食用以外にも魚油の採取、養殖魚や家畜の飼料、肥料などの用途がある。イワシは漁獲量が比較的多く、日本では伝統的に大衆魚に位置づけられる。しかしイワシの仲間は長期的に資源量の増減を繰り返し、 マイワシは1988年をピークに漁獲が減少し値段が高騰した。一方でアメリカ西海岸では漁獲口が上がり、また、カタクチイワシの漁獲口も増えている。このようなイワシ資源変動の原因については諸説があるが基本的に長期的に資源量に変化があるものであり、乱獲やクジラなどの海洋生物の捕食によるものではなく、 長期的な気候変動とそれに伴うプランクトンの増減によるということが今日では通説となっている。2002年度 FAO 調べ2005年世界的にはカタクチイワシ類の漁獲が非常に多く日本産の種でもカタクチイワシが最も多い。ウルメイワシ類は15万トン以下71位より下で種別の統計に現れていない。なお、 南アフリカカタクチイワシは、元カタクチイワシと同種とされることが多い。和名に、イワシとつく魚はマイワシ、ウルメイワシ、カタクチイワシ以外にも多い。様々な小魚の海水魚に名付けられており、生態や特徴などには、共通点は薄い。日本以外の言語圏では、イワシの仲間とはみなされていない。トウゴロウイワシやカライワシなどはイワシに似た。 沿岸魚だが、沖ワシは、海洋を遊泳する、大型魚、糸引ワシ、裸イワシセキトリイワシなどは、深海魚である。なお、以下で、全種とあるのは、一般的な和名がついている、種のほぼすべて、ということである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。